皆さんこんばんは、ねいないチャンネルです。今日は皆さんに、報告があるんですけど、K1 から発表があった通り、K1 の世界トーナメントが決まりました。12月3日の大阪イリオンアリーナで世界トーナメントをやるんですけど、ついに世界チャンピオンになる機会が巡ってきたので、何が何でも K1 の世界チャンピオンのベルトを巻きますので、皆さんぜひ会場まで応援に来ていただきたいのと、トーナメントなんで何があるか分かんないですけど、後輩の三浦和樹も出るし、K1 のトーナメントを優勝した黒田選手もいますし、クラッシュのチャンピオンの池田選手もいますし、本当にすごいメンツが揃ってものすごい面白いトーナメントになると思うので、12月3日、ぜひ期待しててください。はい、早かったっすね。もうすぐ決まりましたね。はい、もうなんか K1 に出るって決まって、この前の福岡大会勝って、なんかもうトントントンって来たんで、なんかもう本当に僕が取るためにこういうチャンスが来たのかなと思って、だからすごい運命も感じますし、みんなもすごい燃えてますけど、僕も18年前にマサスさんに憧れて K1 の世界チャンピオンを目指して始めたので、本当に18年越しの夢を叶える時が来たので、夢を実現させるためにこの約2ヶ月本当死ぬ気でベルト取りに行きますので、応援よろしくお願いします。この間のボムの WBC の時に、はい、少しだけ中村プロデューサーとお話しさせていただいたんですよ。はい、そうですか。インタビューを実はさせていただいてて、すごく相手が強豪選手だって聞いてて、勝つにしても僕もっと競った試合になると思ってたんで、それを1ラウンドからやっぱ結構間のリズムに乗らずにガンガン行ってやっぱ倒し切ったっていうところは素晴らしかったなと思います。K1、はい、に、はい、一星君のベルトができますかね。はい、そうですね。こうやってやっぱり一星選手が K1 のに来てくれて、K1 でいうとバンタム級なんですけど、やっぱすごく盛り上がってきて、やっぱ今日の勝ち方っていうのもすごくやっぱ次につながると思うので、またその展開に関してはやっぱちょっと前向きに考えたいなと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。そうなんですね。じゃあもうあの時見てちょっと決めてたのがあるんですけど、あの勝ち方が圧倒的だったんで、はい、そうなんですね。でもちょっとまだ確定ではないけど、世界トーナメントをやりたいっていう話をずっと言われてたので、でも最後多分僕の試合も見て、心に決めたというか、仲間プロデューサーもその後ちょっとお会いしたんですけども、前向きに考えていきたいと思ってますって言ってくれたんで、それがもう本当に早い、ね、もう本当に何日か前なんで、だから嬉しいですね。はい、伊勢くん、K1 終わった時に、はい、8月、はいね、はい、来年福岡でやれたらって言ってたけど、そうなんですよ。福岡から始め、福岡の博多から始めて、うん、お父さんと2人で始めて、気づけば2人から、お母さんも含め3人なんですけど、応援してくれる人がどんどん増えてって、でもほぼ地元の企業さんというかとか周りが応援してくれて、だからこの前の福岡大会もすごい応援に来てくれましたし、来れなかった人もいっぱいいるんですけど、はい、応援してくれてる人に地元にいっぱいいるんで、だからその人たちの前で世界チャンピオンになりたかったっていう思いはあるんですけど、まずは大阪で決まった以上絶対世界チャンピオンになって、それこそこう次がどんどんつながってくると思うので、はい、また福岡大会も開いてもらって、地元で皆さんの前で見せたいし、まずはこうちっちゃい頃始めた夢である、K1 世界チャンピオンってなることを夢を叶えて、福岡から世界へまず12月3日絶対に叶えたいと思ってます。はい、誰と対戦したいっていうか、はい、今こう日本人でやりたいって言ったら、三浦以外の2人は別に和樹やりたくないとかはないですけど黒田選手と池田選手はすごいやりたいっていう思いは強いですね。池田選手とかはなんか言ってたんで、ちょっと勝手に燃えちゃってるんで僕は、はい、やりたいですね。大阪っていう地はどうですか？こんな話するとあれですけど、
僕去年のライズは大阪で1回戦負けたんですよ。しかもエディオンアリーナで、はい、大阪初めてだったんですよ、はい、プロの私でするのが。で大崎選手に1回戦負けてるんで、まああのそういうジンクスまあまああのね、そういうジンクスはもう消すというか、あの、はい、今年本当に、まあ、1月も負けちゃったんですけど、あのなんていうかな、そっからちょっとなんかもう今までのこと全部一回こう払拭して、なんかこう今切り替えてできてるというか、なんか今まで本当楽しみがなくて試合に対する、うん、なんか試合をやってても楽しくないというか、なんていうかな、ちょっと目標、そう目標がなかったんですよね、っていうかそんなの見失ってたみたいな、はい、なんか燃えるものもなくて、だからなんか最近面白い試合をすれば俺の中で勝ちというか、なんかそういうのにこう走ってたような、だからこう変に打ち合いに行ったりとか、なんかそういう自分自身のスタイルっていうのをなんか見失ってたような気がしてて、まあそれは本当に目標がなかったし、でやっと目標ができたと思ったこうライズのトーナメントも、うん、1回戦で負けちゃって、でなんかこう自分の中で変なのがなんかこうずっとぐるぐる変な、なんていうかな、なんか変な、なんか悪いのがちょっと循環してて、はい、なんかそう試合やっても楽しくないし、練習もなんか俺ってめっちゃ弱くなったなっていうか、弱いんかなっていうこう勝手にでなってて、いざちゃんとこう目標ができるとなんかこういいルーティンもできて、うん、試合の入り方も違うし、気持ちの面で違くて、だからなんかもう一から本当に大分からなんかできてる感じがして、なんかいいこうちゃんと休んで、もうこんだけもう失うものは何もなくなったんで、あれからなんか今もう自分の中に自信もあるし、でまずこのこと言うのはあれですけど、 K1 のチャンピオンになることはまず第一段階で、その先のこともまだ考えてるので、はい、絶対なることがまず第一条件なので、その先を見据えてまず世界チャンピオンになり、はい、なってから、まあ、言いたいことはちょっとまた言いたいと思いますけど、はい、だからちょっと楽しみにしててほしいです、はい。今日コラボしていただく方は、格闘技界のレジェンドの正津選手です。よろしくお願いします。お願いします。8月11日福岡 K1 大会に出場させていただくことになりました。アベマで、はい、やってるので、まあ、アベマで見てくださる方はアベマで応援してくださって、リアルタイムで応援してもらって、で会場もに応援来てくれてる、応援に来てくださる方も、募集してますんで、またちょっと概要下に貼ってもいいですかね、はい、ここまでジムの方で受付をやってるので、もし僕からチケット買っていただける方、応援しに来ていただける方がいれば、ぜひ僕の、ジムのアカウントまでメッセージいただけたらと思います、はい、ぜひお願いします。お近くの方はぜひ、はい、もう会場に来ていただいて、はい、来れる方はぜひお願いします。で、まあ、来れない方でもペーパービューで、ペーパービューで、はい、例えばね、はい、見ていただいて応援してもらえる、そうですね、お願いします。熱い戦い、はい、楽しみにしてください。はい、応援よろしくお願いします。